映画、ヤクザと家族ザ・ファミリー、1月29日公開、より、綾野剛と小野真知子の2ショット写真が公開された。日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた新聞記者の藤井道人監督と制作スタッフが再集結した本作り。変わりゆく3つの時代、1999年、2005年、2019年、ヤクザとして生きるしかなかった男と彼を取り巻く人々を、構想ではなく家族という視点で描いたヒューマンストーリー。初のヤクザ役となる綾野が主人公、山本賢治、舘ひろしが山本に家族という居場所を与えた柴崎組組長、柴崎ひろしを演じている。綾野と小野はマザー、カーネーション、最高の離婚、ソドラマでの共演経験はあるが、今回4度目にして映画初共演。それについて綾野は、自分にとってターニングポイントとなる作品には必ずいてくれる存在と絶対的な信頼を寄せている。そんな2人の共演シーンから、場面写真とメイキング写真がこの度公開された。場面写真は、小競り合いの後で怪我をしてしまった山本を、小野演じるホステスの工藤由香が手当てをする一場面。この出来事をきっかけに2人の関係が始まるという出会いの瞬間が捉えられている。ヤクザと家族、映画ヤクザと家族ザ・ファミリー、メイキングカット。一方、山本と由香が海辺を歩く一枚は、同本編シーンのメイキングカット。本編シーンでは、ユカは怖がることなく、どうやって生活してるの、なんでヤクザやってるの、など、興味津々に山本を質問攻めにする。藤井監督はユカについて、背中の隅を見せれば誰もが黙る、という極道の理屈が全く通じない相手がユカです。そういう相手でないと、山本はフラットな恋愛ができない気がしました。小野さんのパーソナリティがユカをそのような女性にしてくれたと思いますと語り、小野を通してキャラクターが完成していったことを明かしている。